皆さんここどこか分かります？ニューヨークです。試合後ジョブロック。最高やったな佐藤さん。いやでもさ、多分視聴者の人佐藤さんは知らんと思うんだけど、それ大丈夫？あ、じゃあ佐藤さんの紹介はここでなんか一つ。あ、やっといた方がええと思う。そうやな、まあちょっとカメラではプライバシー上映せなかったんですけど、まあ、佐藤さんこんな人ですって。ちょっと絵に描いた方が分かりやすいな。うん、だって身長が、これ映した方がいい。うん、映した方がいいな。身長が大体180センチぐらいあるのよな。186センチぐらいあるの。うん。でなんかいつも短パンなんですよね、基本的に。なるほどなるほど、はい、ポケットいっぱいついてましたね、うん、結構、うんうん、それ重要ポイント、ね、重要ポイントですね。で、まあ、こう、いつもグーですね、手は。いつもグーグーですね。寒いからかな、多分。絶対寒いからですね。なるほど。だから手袋もこんな状態なんですよ、うん、手袋の中でグーしてるっていう感じですね、うん、あ、ようやるわ俺、うん、で、こうやって鼻はやっぱ高かったですね、だいぶ。なるほど、手の手袋の方がでかい、はい。でまあ、一応あの女の人なんですけど、こう女の人なんですけど、かなり笑顔です。うん、うん、笑顔大事やな。はっはっは、笑顔がすごいですね、うん、髪がもうめちゃめちゃサラサラなんですよね。おー、 髪の手入れは溶かさないの、はい、だいぶサラサラです、うん、だからあの僕の髪もだいぶサラサラになったでしょ。同じシャンプー使ってる。あー、なるほど。でもあと、まあ、服は大体アディダスですよね。え、結構胴が長すぎて服途中で切れちゃうかな。あ、でここであのおへそがある感じですね。あー、なるほど。寒いのにすごいですよね、だいぶこう風が吹いてて、うん、まあ、こんな感じですね佐藤さんは。なるほど、はい。もうめちゃくちゃ、あとこれは人間なのかな。これはだいぶ人間です。人間の中の人間ですね。だから言ったら優しさがもうこうにじみ出たらこういう風になるんやなっていう、うんうん、これ象徴です、優しい人の。なるほど。佐藤さんの中で一番え佐藤さんやな。ベストオブ佐藤さん。ベストオブ佐藤さん。一番え人。あと良かったのがね、子供がおって、うん、アーデンっていう子供が、うん、佐藤さん。子供小さいな、偉い。うん、子供小さい小さい。だいぶ小さい。子供がね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。うん、あの子供、あの昨日言うたお別れやったんですよ、子供と。まあ、言ったら子供って学校あるじゃないですか。うん、なんかもうこの時間やったらいないんで、お別れの時に。僕と言うたらカメラマンのサイドにハグしに来たんですよね。グッナイって言って、もうめっちゃ泣きそうになりながら、僕らとお別れやから、グッナイ。その時に、あ、ハグってこういうことなんやな、愛をこう確かめ合うって言ってもこういうことなんやなっていうぐらい、子供はめちゃくちゃ可愛いですね。だから名前はハグなんですよ。え、ハグなん？名前ハグと、あの加藤さん本当にありがとうございました。これから語り継がれるな、佐藤さんっていう前提。そやな、一生リメンバー、絶対フォーゲットしない、これは合言葉です。佐藤さんほんまにありがとうございました。で、こういう日本人が、世界にいるっていうことを伝えたんじゃないですかね、今回の動画で。これからもそれを糧に僕らはニューヨークまで頑張っていきます。これの、うん、上本で、うん、これせんな、バス乗られてます。前田のことのように怒られてるからな、このゼロ円食べるから動画撮れないかも。金も持ってないし、友達もおらんし、入国審査官たちは厳しいゼロ円食べるから。入国審査無事終わりました。結構スムーズやったな。まあヒッチハイクのサイン持ってるから、うん、これなんやみたいな。あ、サインって、ニューヨーク行くからサインって、ヒッチハイクかみたいな言われて、で、あ、そうみたいな。で、いつもヒッチハイクやってんのって言ったら、まあ、まあ大体サムタイムズみたいな。で、行けたんやそれ。うん、奥部みたいな。なんかちょっと日本語喋れる人やって、日本人ですかみたいな感じで聞かれて。でも俺一回ちょっと待ってって聞かれてさ、言われてさ、うん、あの西郷隆盛と関係あんのかって。俺名字西郷やからさ。九州かって言われて。うん、結構な。そんな知ってんのかね。結構ええ感じの人たちやったな今回。うん、よかったよかった。はい、乗り換え地点に着いたんですけど、皆さんここどこかわかります？ニューヨークです。でも、まあ歩くっていう、ミッションがあるんで。いや、もう5ってよくない？
あかんわ。だから逆に遠ざかろう、フィラデルフィア行こう。なんで俺らゴールを通り過ぎる、通り過ぎんの。ニューヨークを通り過ぎました。マジかよ。これが旅やな。あれニューヨーク、うわー、いよいよ最後の土地着きましたね、フィラデルフィア。これ多分真ん中やフィラデルフィアの。あ、ここか。うわでっか、教会でかっ。うわやばいな、とてつもないな、すげえな、とてつもないな、とてつもないな、あれどうやって書いてある、とてつもない。うわあれもやばい、これからラストスパートということで、ニューヨークまで約140ちょいキロぐらい、147タイムズスクエアまで、タイムズスクエアまでゴールのニューヨーク。そこゴールで行ける、タイムズスクエアがゴールやな、やっぱニューヨークらしいところタイムズスクエア、うん、そこまで147キロで、残された時間17日に着かないといけない。で今日12日、えけどまあ今日はもう夕方なんでちょっとしか歩くことができないから、言うたら4日半ぐらい残されてるわけやな、うん、4日半もないけど実際、うんうん、で所持金は大体5ドルですね、バス代に消えちゃったんで、あと5ドル。でも5ドルあったら余裕やろ、うん、1日はワンハンバーガー生活したらワンダラ、まあ、そこはな、うん、今まで通りそこは。で計算によると1日30何キロあるかなあかんのか、35キロ以上あるかなあかんのか、うんうんうん、で人間の、まあ、調べたところ、人間の1時間の時速の歩行スピードがだいたい4キロ、うん、だから1日40キロ歩こうとしたら10時間ぐらい歩かなあかんってことやな、うん、この35キロのバックパックを背負って、正味1日やったらいけるで、1日やったら別に10時間歩けるで、うん、でもなやっぱり今まで俺のスタンスとして貫いてきたんがやっぱ暴言実行っていうことなんですよね。どういうことかって言ったら、おっしゃやったらいけるやろみたいな感じで、とりあえずやんねん、やりきれるかどうかは別として、とりあえずチャレンジしてみる。で、あ、これ無理や、失敗やなって思ったらちょっと軌道修正みたいな感じになると思うから、とりあえず出発しよう、歩きで。とりあえず、いつもの、うん、うん、最後見方や、この人たちは、うん、何でもいいって、なんかスープでもサンドイッチでも何でも食べてみたいな、絶対2人揃った、うん、生きて日本に帰ろう。この旅の終わりに何が待ってるのだろう、今は分からなくてもその涙は明日を照らすでしょう。Joe Brooke!